内体照明が灯りました。競争水面、現在気温は10度、西の風3メートル。スタートラインに対しては左追い風の水面コンディション。レースはトーナメント1回戦2組目第5レースです。1号艇土屋智則、2号艇上条信孝、3号艇前田翔太、4号艇今垣幸太郎、5号艇貞松裕樹、6号艇徳松秀樹、以上の6選手によって争われます。枠番通りの作戦待機行動。昨年春平和島クラシックで SG 初タイトル奪取は絶好枠土屋智則の陰線。そして2コース2号艇の上条信孝です。ヤングダービー覇者大村エース機モーター19号機を吹かせてくるでしょうか。2コース3コースは3号艇の前田翔太です。シリーズ予選の初戦ではダッシュ角から攻めたレースを見せました。ここはチルと上げての戦い、3コース角受けです。そしてふるさと北陸への思いを乗せて戦います。4号艇の今垣幸太郎、今垣が4コースの角、昨年 V7 を挙げましたデビュー5年目のルーキー5号艇の貞松裕樹、5コース。そして大村は2020年ダービー以来3年3ヶ月ぶりの出走、6コース6号艇徳松秀樹です。進入枠なり3対3でスタートしていきました。1コース1号艇の土屋、トップスタートを放ってそのままリードしながら1マークへと向かっています。3号艇の前田が逃げていきました。スーッと外に向いた3番ですが、1号艇との競り合い、わずかに1番が前を取る。さあそして3号艇の懐には4番今垣が上がって、間一転身2号艇の上条です。スタートは前提正常、主導権は1号艇の土屋が取ってきました。殺到してきた2番手争い4艇、2号艇が逃げる上条、3号艇の前田、少し遅れる懐入ったのは4号艇の今垣です。今垣が2番手を取りました。3番手は5号艇展開突き上げてきた貞松と、外は2号艇上条の競り合い、3号艇の前田もインコースから巻き返す動きで2周目第1弾マーク、4番の懐まで向いた5号艇外は2号艇となりました。2番手も連れてきましたが、ここは冷静にさばいたかどうか。4号艇の今垣が若干前ですが、2号艇の上条外並べていきます。先頭1号艇土屋はぶっちぎり体勢を取ってきた2周目第2ターンマーク、6艇身7艇身後ろを離した1番の土屋です。2着争いは2号艇全速旋回上条、インコース応戦4号艇の今垣、2番と4番2号艇前を取った上位体系は1番2番4番の順、後方を水が入ってきて5号艇3号艇6号艇となって最終周回第1ターンマークです。1番の土屋が陰線を仕切りトップ構想です。大接戦は握り前で抜け出してきた2号艇の上条が2番手に、3番手3、4艇新艇間が空いてきました。4号艇の今垣幸太郎、前は1番2番4番3艇が取っています。後方3号艇前田、5号艇貞松が並走、最後方6号艇徳増で最終ターンマークの旋回です。1番2番4番の組3連単の図は 14.3 倍を示しています。第5レース先頭は1番土屋ゴーリン、2着2番上条、3着4番今垣、続いて3番5番ゴーリン、6番ゴーリン。